せーの、バンスネットワーク。This is Vibes。 もうほんと今のダンスホールのヤバさを伝えたいってことで、そういうことや。ワグワンジャメイカ。イエピープレゲエの挨拶はヤーマンじゃなくてワグワン。じゃあ、ケーカンブレッド、ジェットライウィンク、JJ。 全然レゲエとかダンスを知らない人とかのために、これからこういう曲聴いた方がいいとか、こういうアーティストチェックした方がいいとか、ジャマイカに関係あることとかね、少しでもね、レゲエとかダンスホールの良さを伝えられるようにやっていきたいと思ってます。まずどうしようかなと思ったんですけど、このダンスホールレゲエってやばいんだよって言ってもさ、なかなか伝わらないわけじゃん。何がとか、俺らが知ってるレゲエって解釈でも、ボン周りはもちろんソウルでこう、ね、ルーツであるんだけど、全然違う、うん、もうほんと今のダンスホールのヤバさを伝えたいってことで、そういうことや。今のジャマイカのやっぱりアーティストを紹介してくれるんじゃないのかな。バイブスネットワーク。みんなに俺らがちょっとバイブスを感じる映像を持ってきたんで、今回ちょっとみんなにバイブス感じてもらおうかなと思って、 This is Vibes。 今そのバイブスをもう分かりやすく教えてくれるアーティストがいます。そのアーティストの名前はスキリベン。スキリベン、スキリベン。で、なんでスキリベンかって言ったら、スキリベンってまあブリックアンブリックって曲からオトナインティセブンとかで書かれるのがすげえポスったんだけど、まあそこで終わんなかった。ここ最近ですよ、まあ DJ カレットとかにチェックワードされて、スキリベン、エシズラ、ケープルト、ブジュ、あとボンティ、ストリートは俺の名前知ってるみたいな歌を出したんだけど、まあそれもそうなんだけど、その前に出した曲あるんだけど、その曲アメリカでスキリベンがライブしてる映像を見てもらいます。はい、いきます。すげえ人、めっちゃ盛り上がってる。やばいね。全員手挙げてるね。こんぐらい短いんだけど、多分ほとんど9割ぐらいは歌ってたよね、うん、今で。これアメリカじゃん。もう一個あります。次はイギリスでのスキリベンのライブを見てもらいます。イギリス。スキリベン、ライブ in London。会場でかいっすね。結構しっかりしてる。でかい。聞いてきます。真似てます。このワップアップが超今ボスってるじゃん、うん、まあ間違いないです。ね、アメリカのラッパーの人たちとコラボとかしてさ、うん、日本で今活躍してるラップやってる人とかもすげえ気になってくれてて、うん、これってダンスホールですかみたいな、レゲエですかってDMとかくれるわけ。そんだけその日本のイケてるラッパーでも注目してくれてるわけ、うん、今ダンスホールに。ジャマイカっていうよりは世界だよね、うん、どうなんですか、日本のその言ったらオールジャンルとかヒップホップメインの現場とかでかかってるんですかね。ワップアップはかかるかもね、うん、もしかしたら、うん、この間びっくりしたのがヒップホップの DJ が回し始めたんだけど、1曲目か2曲目かけたのジャシだったからね。へえ、面白い。ジャシっていうヤバいアーティストがいるんですけど、まあそれを追って解説するんですけど、まあもう一人ぐらいねお見せしたいアーティストがいるんで、うん、次のアーティストめちゃくちゃ若い、20歳ぐらいですか。若干20歳と聞いてます。なるほどですね。まあラティギャングっていう、ギャティギャング、うんうん、今一番もう熱いスペインタウンのね。そうですね、スペインからもうスペインって呼んでるもん、ね、スペインじゃないんだけど。スペインタウンっていう場所がジャマイカになって、スペインタウン出身のアーティストが今めちゃくちゃボスりまくってる若いアーティスト。でその中でもこう先陣切ってボスってる若いアーティストみたいな、このアーティストスケングのロンドンでのライブ。ロンピープ、2階の会場あるよね。あの、時計なぁ。やばいね。やばいね。もう、足踏み。バイブ！裸だった。いっぱいいて。いや、気持ちいいだろうな。これこそバイブスネットワークですよ。歌よりももう歌える、みんな歌えるのかい。
マイク捨てた。ついにジャマイカじゃないってところなんですよ。女子が歌っちゃう感じなの。ほぼ女子。うん、俺がですけど、これ日本でやりたくない。いや、やりてーわ。このバイブス日本で、ね、分かち合いたいですね。分かち合いたいしかある。これ UK とかヨーロッパでもジャマイカのアーティストがね、あの飛び越えてボズっちゃってるみたいな話で、これ今ロンドン見てもらったんだけど、ガヤナっていう国があって、ガヤナ、ガヤナ、ガイアナっていうのかな。まあガヤナって俺はジャマイカ人の人によく言ってるの聞くんだけど、カリブのバイブスはまたちょっと違うんじゃないですか、 UK と。服着てるんですこれはとりあえずでも人がすごい、ね、やっぱ女子なんだね。あ、でも今の一瞬で分かるよね、もうバイブスに満ち溢れてるのが、うん、で最後トリニダード・トバコ、うんうん、トベイゴだね。ジャマイカ人とかさ面白いからさ、これトリニダード・トバコじゃん。で DAD でトリニダードで DAD じゃん、うんうん、でそこを D をわざと B とかに変えてチュニバートとかって言ったりとか、チュニバート、チュニバート、俺たちはバットだからみたいな、チュニバーディノって言うの、そういうのかっこいいよね。言葉、モンテゴベイもそうじゃん。モンテゴベイはさ、モンテ、男がつくじゃん、うんうん、で本当は MAL なんだけど、うんうん、マンはでも MOL でモンテゴベイなんだけど、うん、バットマンアーティストとかヨギャルテゴベイとかって言うんだよ。そうやってかなんか言葉遊びがやっぱ面白いよね、うん、これライブ中にあのスケスケンがバイブスがネットワークしすぎた結果のね結果が見てもらいますジャンプインプールパフォーミングみたいな。もう観客バカ受けてる。ナイスナイスナイス、もう何でもいいんだね。気持ちいい。もう一人相方も飛び込んで相方よくあのスケンの隣にいるアーティストだよね、こいつも、うん、ナバス、ナバス、ああ、うん、ナバス、ナバスね、スペイントーン、やば気持ちよさそうこの本当、俺も初めてジャマイカ行った時食らったのがその生命力だったんだけど、ダンス行ってさ、ジャマイカ人のダンサーとか超踊っててさ、躍動感というかそれにもうバチバチ食らっちゃって、爆音だしさ、MC も入ってくるしさ、それにこうなんて踊りもハマってくるしみたいな、なんでこいつらこんなかっこいい遊びしてんだみたいな。ワイブスネットワーク第1回目はこんな感じでね、あのチャンネル登録してもらって、ワイブスネットワークをガンガンみんなで広げていきましょうって感じで、はい、イエピープレゲのやつをやめなくて、ワーガ ー, ガーバイオスネットワーク第1話でした。チャンネル登録よろしく、よろしく、ドットフォーワードマイスタイルザフレッシュライクリームニーマイトグゼンキルクイックメクドピーガラガルミナディナイトリートティーシェアブローニンギャルフロムマイアミエイウィアフレッシュライクリームニーマイトグゼンキルクイックメクドピーガラガルミナディナイトリートティーシェアブローニンギャルフロムマイアミエイ。